毎度岩本でございます。すごい勢い感じるんですよ。いやね、しました。これは真摯に受け止めやなきゃいけないことがある、はい、僕今こうやってもう野球 YouTuber や言うてやらせてもらってるけど、いやいや野球解説 YouTuber か、まあ、その肩書きは分からんけども、まあ僕らのチャンネルで兄弟チャンネルや言うて先輩方のチャンネルあるやんか、高木豊さん、片岡敦さん、佐藤ちゃん、佐藤崎くん、ほんでわしと、今4人兄弟チャンネルやろ。パッとあそこでホワイトボードに書いてるある時の20日間の成績や、俺丸1個少ないんだ、ね、これは何があかんのかと今ちょっと真摯に考えてたわけよ。 YouTube を見る視聴者の方に何か響くような発言ができてないのか、そういう企画がないのかなどなどいろいろ考えてた。分かった原因が、じゃあその原因を言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、固定アシスタントがいない。またそこですか岩本さん。そうやって一人で喋るのしんどいやろ。いつもスタッフがあなた僕に話しかけてくれてるけど、この間見たコメント欄。見ましたよ。あれまあまあショックやったやんな。はい。スタッフの人もうちょっとコメント控えてって書かれとったやんか。それを援護するコメントもあったんでね。そうやな。はい。掛け合いがあるから面白いんやろ。そうなんですよ。ほんで今見てる人もどんな人が喋ってんのかなって、そのブラインドがこう人の興味をそそるわけでしょ。そうですよ。でも今まで西村志乃さんもついてくれましたよ。キャンプでも忙しい中よう付き合ってくれた。でも彼女はまあはっきり言って優等生なんですよ。すごい優等生、出来が良すぎて僕も優等生になってしまう。なんかよそ行きやったな。でも志乃さんはちょいちょい声かけて来てもらうよ、定期的に。そうです、ね、あんなに野球詳しい人なかなかいないから。じゃなく野球あんまり詳しくなく容姿はです。まあ言ったらべっぴんさんやな。うわ、またそこ行きますか岩本さん。男ですね。これはね、僕が感じるべっぴんさんです。ここも含めて心のべっぴんさんって何なんですか。いやなんかね、僕の言葉や会話で悪ふざけも包んでくれるような人、なかなかべっぴんやろ。そういうことを言ってるんですよ。素朴な疑問を与えてくれる、すごーくおおらかな目で野球を見てる人なんていうの面白いかな。詳しすぎても刺される時あるから、パンインコースにふわーと。でも見て、豊さんとかも森内さん、タイミングでいつも掛け合いしてはって、一回僕もちょっとコラボで参加してもらったことあったけど、上手やわー。ほんで豊さんも何やった最近髪の毛伸ばして、おい巷でいろんな噂立ってますって、植えてないかいみたいな。ただ伸ばしただけですよね豊さんはね。知ってますよ、40年ぶりに美容院行かれてますね高木豊さん。くわー、今までもう自らバリカンやったんかな。そうですそうです。うん、美容院か、入っていったら美容院の人プレッシャーやったやろな。だから病院入って豊さんみたいに単発の人が、言うたらボールドヘッドですよ、が入ってきた時にどないしたらええのってなるやんか。ほんまにそんな感じだったらしいです。せやろな、はい、だと思いますよ。僕昔野球選手で面白い人って、まあまあ男性ですからハゲる人いるやんか、はい、でこうやってもうこう土星みたいになる人いるやんか、はい、そうなってしまった人がカランコロンカランって散髪で入っていって、黙って椅子に座ったんだって。沈黙が5分ぐらいそれ想像して、その人が座ってじーっと鏡見て沈黙してんて、ほんだらもうそのお店の人も沈黙して、どうしていいか分からんかった。想像したらめっちゃおもろいやんか。豊さんもそれ狙ったんかな。でも豊さんまだ髪の毛ご在宅ですよ。森内さんに助けられてはるやんか。うわ、助けられてるって怒られるな。いいコンビでやられてるでしょ。で佐藤ちゃんも袴田さんいつも腕出てるやん、素敵やん。見てるんですかやっぱり。見てんねん、一年中袖出てんねん。僕ノースリーブ弱いねん。こうやって動くたびにドキドキとすんねん。じゃあ田中みな実さんとかでいいんじゃない。フェイチズームど真ん中やねん。俺あの人の CM は巻き戻して見るぐらいやからね、はい、スキンケアのコマーシャル出てて綺麗やん。うん、袴田さんもいつも腕出して、俺もう佐藤崎羨ましいわ思って見てたんやね。鼻の下伸ばして見てたんですか。そうやってだから内容全然入ってきてない羨ましいなと思っただけ。情報によると片岡さんにまた敏腕のアシスタントの人がついた。あの時確か片岡さんとのコラボでね、募集するって一回やった時に、そう先付けされましたということですよ。で片岡さんのとこにはそうやって応募する人いっぱいおったんやろな。そうですよ。で俺のとこもいろいろ調べたら、で自身の SNS も調べたら、男の人から4人来たわ、女性ゼロやったわ。まあいいよ、今ジェンダーや言うてるけど、どちらでもいいと僕は思ってるんですけど、できればですよ、僕の体中ほとんど男性ホルモンなんで、バランスといった意味では女性ホルモンの多い人がという話やね。この話するたびスタッフがかんばしいうなずきを一回もしたことない。僕は片岡さんのチャンネルからクビになって出てきてるんで。あれ、もう僕の居場所が本当になくなるなと思って。俺頑張らなあかんねやろ。もうなるんですよ。そうやろ、僕のこの掛け合いがなくなっちゃったら居場所がなくなるんですよ。それでか、君か、君がそこで防波堤になってたのか。そういうことなんですよ。実は今も片岡チャンネルで出る出演回数がなくなっちゃったんで、でもここなんですよ、これが仕事なんですよ。なんか運営側の方針が俺ここでちょっと見えてきたな。
日高さんはもう固定のお二人がナイスコンビでしょ、はい、で佐藤ちゃんも袴田さんとナイスコンビでしょ、で片岡さんはええコンビできるでしょ。しのなんでそんな忙しいねん。だったら俺ちょっとしのをさ、ずっとはなかなかやけど帯の仕事とかやってるからね、本当にお忙しいんでね。そう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 、まあ定期的にお願いするとしても、はいはい、なんか暇でなんとなく野球を見ててもう歯に衣着せぬ毒を吐けるような女性、ちょっと岩本と大阪漫才のようにやってみませんか。じゃあ条件決めましょう。岩本さん、あ、いいねいいね。まず男性女性はそこはもう問わないでいいですか。問問うんかいって問うよ。問うんですかそれは。極力女性で頼むわ。もうこれね、僕のね、あのホリプロの事務所でも岩本のコメントを出すには女性を近くに置いておくともう弾けて出るっていうね。キャバクラちゃうんですよキャバクラちゃうんですよ、そんなこと言うて。キャバクラチャンネルですよこれ。おもろいな、岩本総のキャバクラチャンネル。買いましょうか。え、どうですかこれ見てる、深い時間に今見られてる水商売されてる方、僕尊敬しますからね。上がってあの家でシャワー浴びてピシッて一杯飲みながら、岩本何喋っとんねん、あ、うちのことやんって思う、そういうウォータービジネスされてて、あ、野球ちょっと、あ、岩本と喋ったのかっていうような人おらんかな。いいですね。てってれーって、この席この席この席、お、もしくはこの席、こうどっちでもええで、膝の上には乗せておいてください。あ、そりゃあかんわ、そりゃあもう、もう最近やめてください。もう肉あのな、手の動きがほんまもうそれ事件ですよ。うん、そんなことはいいんですよ。いいんですよ。だから、はい、岩本のトークを一層引き出すには、はい、あなたのように男性ホルモンじゃなくて女性ホルモンを俺の近くに置いてくれ。だいぶ引き出せますよ男性でも。いや だいぶね、さすがですよ。あなたもね、関西の人やから、まあ岩本の何かをパッとこうくすぐる技を持ってますが、プラスあなたのホルモンが、どう見ても男なんでね。そう、な、上も下も黒い服着て男やんか。黒子に回るいうのを意識してるか知らんけど。各兄弟チャンネル先輩ら見ても、さとちゃんも YouTube の世界じゃ先輩や、もう先輩さんにや。華やかな人が。僕ら、僕、しのがいる時だけやん。条件もう一つ言えば、オーバーフォーティー行こうか。いいっすね。なんか若い人ばっかりやから、岩本はもうなんか世の中を酸いも甘いも経験している。あ、40過ぎてやったら時間取れへんしょ、35、オーバー35、どう。いいっすね。なかなかないでしょ。35歳以上限定できます。じゃあ35歳以上限定で、そこそこ野球見てて岩本に物申したいぐらいの女性どう。あ、じゃあ35歳以上はアシスタントとして募集、うんうん、35歳以下の人が募集できないのかわいそうなんで、岩本に物申したい、あ、いいです。アンチいいよ。アンチは35歳以下にしましょう。岩本のこと嫌いな人来てくれ。っていうかこれを見てるとはなかなか考えにくいけど、嫌いな人はポチッと来てるかどうかやけど、はい、アンチ大丈夫。これ35歳以下にしましょう。そう、そのアンチが多ければ多いほど一流ってよく言うじゃないですか。それ僕もやっぱりやってる限りは一流 YouTuber になりたいんですよ。もう今まだ三流や。兄弟チャンネルに一流の人があんだけ並んでてやで、わしだけなんか、あの何もう再生回数見たらもう大変やわ。みんな何百万いってんの、俺なんや十何万言うて、俺全然やないか。まだ鎌田やですよ。ほんまやわ、ファームの選手やわしは。そこでもとうとう人の手を借りたいという話よ。じゃあ今のところ条件を整理していくと、うん、はい、まあ、男性女性できたら女性、できたら女性で35歳以上ですよね。そうです。で、アンチの場合、人生まあまあ経験してるし、アンチの場合は35歳以下物申したいっていう方はね、いつでも来てください、はい、そう、若い人のその考えを僕は受け入れます。地域はどうします。地域、そうですね、そこがちょっとね、やっぱ一番お仕事の関係上難しいじゃないですか。そうですね、北海道エリアはスタッフがいなく2人で収録になる可能性があります、僕と。ほんで札幌に来れる人ですね。札幌、はい、札幌近郊の人ありがたいですね。あのやっぱり僕札幌ドームで仕事する、でテレビ局も札幌エリアなので、はい、はい、あのそれはちょっとすみません。あと大阪でも可能ですよ、交通の便も。で今私が喋ってるスタジオは関東圏で、ここは東京ですよね、はい、まあ、関東圏で通勤ぐらいできる人かな。できたらここがいいですよね。そうですね、露出も増えますから、うん、どんどん、まあ、スタッフがいるから、はい、うん、で画像もいいから、編集能力も長けてるし、一緒に僕と YouTube のその世界を盛り上げてみませんか。毎度お気に入り。